超速報緊急記者会見の会が長谷部ついについにその時が会見の内容がこちら。現在フランクフルトに所属する40歳の長谷部誠が日本時間4月17日20時30分から記者会見を開いた。本人が語った内容は次の通りとなる。まずは今日この場に来ていただきありがとうございます。今シーズンをもってこのチームでの現役生活を終えたいと思います。だけどなぜ今日それを発表したのかというと、今のこの時期に私が置かれている状況が問われるだろうから、だから皆さんと共有したいと。でも今すぐには終わってほしくない。今日はクラブに帰ってチームと私がブンデスリーガの最後の追い込みに集中していくことを皆さんにお伝えします。間違いなく6位を確保したいと思っていて、6位になれたら本当に嬉しいと、シーズン終了時に現役生活に終止符を打つ胸の内をついに明かした。長谷部ついに引退か、本当にお疲れ様。鎌田と一緒に EL 優勝した時の感動マジで忘れられない。ついにこの時が来てしまったのか、なんか泣けてきた。長谷部レジェンドすぎる。浦和時代から応援してて、なんかもうぽっかり心に穴が。ドイツ語だからよくわからんけど、コーチ的なポジションになるとか言ってなかった？ドイツでコーチ積んで数年後に日本代表の監督してくれ。ああ、カズより先に引退かよ。叶わないことなの知ってたけど、代表でもう一回長谷部見たかった。長谷部引退か。でも圭介本田は引退会見してないからまだ引退してないよな。フランクフルトの20番永久欠番にしてほしいくらい。